えば師匠に言われて、あの印象に残っている言葉とか、言われたことで今福は実践で守っていることとかあったらありますか？マジでないです。結構困るかもしれない。どうしよう。あります？言われて印象に残っている言葉とか、今こう言われてこう守っていることとかあります。ある。はい。でレースだったら、うん、一節一節自分でたくさん考えて、うん、たくさん吸収できるようにするとか、プライベートの時間をノートに費やすとか、プロペラだったり、そういうことじゃない？そうそうそう、そういうことが聞きたい。ちゃんと言えないと師匠の あります。ありました。本当に。いや、毎節お告げもらってるんですけど。それ内容が、うん、なんか日和らないとか。え、全然いいじゃん。全然いいじゃん。日和らない、うん。落ち込まないとか。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。ちょっと違いません？いや、そういうことや。そういうこと、そういうこと。じゃあこれでいきます。考えてる。めっちゃ考えてる。めっちゃ考えてます。ちょっと、なんかある。信じろ。信じろさ。なんかレースのを一緒に見て反省会してみたいなのは結構毎節やるんですけど、なんかレース行く前とかは何言われるの？あ、じゃあ反省会をしてるってことですか？反省会はしてます。え、どうやって反省会してるの？なんかレースの映像を一緒に見て、うん、あってレース終わったら、はい、ここのターンはこうだったねとか、この道中はここよりもこっちの方が良かったくないとか、へそういう感じで反省会は結構毎節してます。あ、じゃあその1節間の走ったレースを全部一から見てって、はい、で走り方を教えてもらって、はい、それにしよう。それにしよう。決まった決まった。大塚さんだけ弱いんだよ。やばいっすよね。思います。ちょっとやばい。え、焦るな、焦るな。そこの一言にギュッと思いが凝縮されてるってことだもんね。そうですよね。そう、そういうことです。その日のレースの反省とかをノートに書いて、あとはなんか JLC つけて見ながらお菓子食べてます。お菓子食べてる。普通の民放番組とかなんかその展示とレースの合間にちょこちょこテレビ変えたりして、偉い。宿舎に行ってもレースちょっとやってます？あれです。この前一緒のレース、一緒に宿舎で過ごしてます。毎節大量にお菓子持ってくるんですけど。あ、そうなんだ。それをみんなで開けてレースになりました。え、その売店で買うんじゃなくて、もうあらかじめお菓子を、なんか売店でなんか自分が好きなのとかなかったりするから、自分の食べたいのいっぱい、もう紙袋いっぱいにね。やばいです。お客さんのお菓子の量やばいです。やばいです。いつもゴミ箱出すんですよ、朝。お菓子の購入しか入ってないし。そんなお菓子ばっかり食べて。まだ育つばかりだからね。ちなみに何のお菓子が好きですか？何のお菓子が好き？え、チョコ系とかめっちゃ好きで、タケノコの砂糖とか、プチのチョコチップのやつとか、あとグミも好きで、グミってめっちゃ湧いてて。ワンちゃんは何が好きですか？お菓子ですか？お菓子。あれが好きです。ガルボ。おー、いいね。はい、ガルボ美味しいですね。美味しい。あとお菓子あんま食べない。ない。そう、日には何してるの、宿舎で？宿舎？うん、本田さんにおすすめしてもらった本を読んでます。あ、深見さんも読んでるよ。え、どんな本？え、なんか深見さん、なんかバカがなんとかかんとかって本読んでる。メンタルバカがなんとかなんとか、バカしかわからない。何だっけ、その本読んでます。だよね、メンタルを強くする。全然バカって入ってない。え、違うんです。なんか見せてもらったんですよ、深見さんに。バカの研究。あ、そうだ。え、それ読んだら強くなるのかな。あ、これも中身さん読んでた。こういうやつ読んでます。バカの研究？なんかめっちゃ哲学っぽい。え、それためになってますか？なってます。メンタル、メンタルを強くするっていう。あ、本当は読みます。はい、
夜読まないですね。字が読めないですね。そのなんかバーって書いてあるのどこが読んだかわかんないって読まない。早速です。漫画もどの順番で読むかわかんない。私も漫画を読めないんですよ。漫画を読めない。紙の漫画ってあるじゃないですか。電子上にも結構漫画置いてあるんですけど、なんかどういう順番かわかんなくて、ページのこれ順番がよくわかんなくて。読まないです。小説は読むんですけど。そう、小説でから続いて、ね、小説はこうなんで小説を読まないですね。自分はね。じゃあ手始めでそのなんかバカの研究とかやるんじゃないですか。あ、そうですか。これじゃあ読みやすい。じゃあ スーパームーン、満足だった。あの時に、サイン上で止まりますか。え、サイン上で止まります。考えれないですすごい。サイン上で止まった。あ、依頼して、依頼して、そこ、やっぱ依頼して、アサイン作ってくれる業者さんがいる。はい、で、感覚教えてもらいました。それを頑張って覚えてみたいな。2人はサイン上で考えた。いや、考えてもらいました。考えてもらった。黒目康介さんに考えてもらいました。すごい。なんだ。私の次元が違う。ナイスジョーマ。お父さんが考えました。お父さん、お父さんいっぱいいろいろ考えてくれるよね。お父さん考えてくれたり。自分で作ってみたらいいんですか。一回ずっと分かってないですよね。まみちゃんが作ったサインが欲しいっていう人もいるかもしれない。あー、そっか。じゃあ一回考え、わかりました。今度考えていきます。言ったの絶対に。もう記録残ってる。わー、怖いですね。